はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。今回はね、暴走エマさん小生ランク来てますね。6月9日まで、おそらくこの6月9日の14時から超アップ、まあ超アップっていうほどのもんじゃないけど、一応表記的に超アップが来るんじゃないかなと思います。無属性ダメージ睡眠10凸で8400、超10凸で1万だったかな。うん、バランスタイプですよね。力も揚力も1000を超えて、ヒットポイントもね1000を超えると。で、取り付くが自分の力攻撃速度アップ、バトル開始っていうことでね、発動しやすいっていうことで優秀かな。妖術は吸収なんだね。以前吸収イベントがあったんで、今後またもしかしたら吸収あるかもしれないね。鬼太郎と並んで吸収王になれるか。そして必殺技は、うん、敵全体に無属性プラス睡眠。この睡眠ね、必殺で睡眠だとその後に、うん、タイミング合わせてっていうのをちょっとやりにくいのかなというので、まあちょっとこの辺頭を使って睡眠をうまく活用できるのかっていうところはちょっとあれかな。助っ人スキルはヒットポイントアップ、うん、得意なし苦手なし。そして暴走エマの潜在能力ね、空泣きみたいな感じですね。うん、空泣きと違って全種族じゃなくて、うん、これもなんか高変化したいような妖怪ですね。ぶつかりは一応あるから、うん、まあ防衛で使えよって形なのかな。吸収属性ダメージを無効ということで、なんか吸収ボスとかあったらね、うん、なんか役に立ちそうですね。はい、そしてあとは仙台閻魔ね、閻魔大王豪炎。あ、豪炎ってあれなんだ、ジャイアンの豪田武士の豪じゃなくてこっちの豪か、なりわいの方か、なりわい、味方閻魔族に 5% のバリアを展開。ブラックダイヤニャンみたいな閻魔バージョンが来ましたか。必殺技の味方全体力揚力アップ、和風さんですね。揚力だから光栄タイプ、ヒットポイント高い。非属性で弱点なし、取り付くがバトル開始10秒、10秒に全能力アップか、なんか微妙ですね。ただ時間は20秒と。必殺技がさっき言った通りバフなんのね。揚力アップ。連戦アップ。連戦アップってことは何？今回みたいなスコアタで使えってことだけど、こう、どうなんでしょうね。スコアタで閻魔が来たときか。討伐戦って第3。連戦じゃないよな、討伐戦はな。とするとスコアタ要因なのかな。ただ、閻魔のバフっていないんだっけ？なので、閻魔イベントスコアターの時に活躍してくれるのかな？ちょっとわかんないけどね。そして、一つ目小僧。まあ、これもし当たったらね、周回に使いたいなっていうところで、はい。ガシャの中身はいつもの小生 1%、S ランク 5%。そして、今回は、小生は、こまみちゃんをはじめ、プリチ、軍団ね。そしてポカポカ軍団、私個人的にはブルジョアジーを当ててみたい。猫2世も結構いいバフだよね、確かね。ということで小生出たら嬉しいなそして一応獅子王がまだ残ってるね。で、閻魔大王が、仙台閻魔が 1% で、あとは、うん、一応白州とか、うん、いい S ランクもいっぱい入ってるので今回やりたいですね。はい、じゃあやっていきましょう。紹介状はなんか新しくはなったりはしてないのかな。紹介状はさきちゃんのままだね。はい、そしたらいきましょうか。その前に楽しみガシャ 30% だから、そろそろ金が来てもいい頃だよ。まだ来ないね。で、クツゲンさん来ないね。闇閻魔がレベル78まで来ましたね。クツゲンさんいつなんだろうね。まあ別にちょうど
ハッキさんがね、あとちょっとなんだよね。ついにカウントダウンです。あと2000切ったんで、7周目 ?8 周目か。ついにカウントダウンで10凸近いですね。必殺技で手がいけるかな。どうなんだろう。金を集めるで。とにかく、ゴールは近いです。はい、というわけで、ハグキさんでも超限界突破するんだよね。9周目があるんだよね。クツゲンさん、なんでなんだろうな。クツゲンさん、やっぱり、新型なんちゃらの関係で、テストやってないのかな。で、スコアとはね、ここまで来てます。683位か、今。一応、本番は、どうしよう。こっちにするか、こっちにするかって感じで。打ち消しね。まあ、ちょっと最後にちょっと話そうかな。エンマって、薄ら影キラーなんだね。闇エンマね。はい、じゃあごめんなさい。一生懸命貯めました。今、6200ぐらいかな、周回。前回、芝園ゲットできたんで、周回の金貨がね、良くなったかもしれないです。ログインボーナスでね、6月7日にガシャチケットがゲットできるんですけど、まあ、ちょっともう引いちゃおうかなっていうところで。行きましょう。エンマさん。これで何個あるんだろうな。まあ、後半もね、4枚引けるんで、とにかく、今回かなりね、解放したんだけど、やっていきましょう。ドキドキ。なんかもっと回したかったな。冬にゃんどうすっかな。フェスガシャ4枚ね、交換して回すか、迷うところです。はい、じゃあ、国取りコインもねえし、もう行きましょう。荒ぶる破信のごとし、敵全体無属性戦。おりゃ、7秒にも早いよね。必殺技45秒って、なんか長いような気がするんだけど、気のせいかな。30% か。応援は地獄行き。目力。まあいいや、ごめんなさい。行きましょう。10枚ないんだよね。10連チケットくれ。さあ行きましょう。なんか1ヶ月に1回は調整が当たっているような気がするので、6月第1弾ということで、ぶつからなかった。考えろ。やった。さあ、あとは、ああ、ゴールドじゃなかった。これは金かな。頼む。え？金か。仙台。どうね。どうなの。どうなの。仙台か。エンマ大王5円ゲット。まあでも、9連でゲット、いいんじゃないかな。これで500以内をちょっと目指せるって感じかな。お前の器、妖魔の王として私が見定めようではないか。ということで、エンマ大王5円と仲間になった。5円。あれなんだっけ、みんな、支援とかみんな、ね、炎がついてんだよね、支援。今のエンマ代はなんだっけ、なんかなんとか円なんだよね、みんなね。はい、ということで、5円でした。一応チケットがさっきも言った通り、ログインボーナスで、ここだよね、14個目。なんか私で言うと4、5、6、7か、6月7日ゲット予定。他のボーナスはチケットないよな。6月7日、後半戦で、あれだよね。で、一応、あと、スコアタの方もね、ちょ、ごめんなさい、5円見て、最後、スコアタの話して終わりにしましょうか。5円は、まあ、さっき見たら火の妖怪でバフなんだよね。こいつを使う場面は何なんだろうね。エンマ防衛にこいつ入れとくとなんかいいことあるのかな。わかんないけどね。味方全体の全能力アップ。ちょっと国取りの防衛だと10秒経ったらもうやられてるような気がするんだけどね。一応連戦だからな。やっぱり
コアタかね。スコアタで、エンマの時、あ、でもあれか、討伐戦の時も15体で、1、2、3人、3組作るから、討伐戦でも連戦の時に、ね、2列目、3列目に入れれば、活躍してくれるかもしれないな。2列目、3列目のエンマパーティーに入れてって活躍してくれるかもしれないので、一応育てるか。まあ、一応こういう時のためにね、エスコンは取っといてあるので、10突。もうエクストラやっとかないでよかったな。ちょ、解放も？すき焼きはいるんかな？おー、いらない、すき焼き。素晴らしい。ということで、まあ、戦力もね、4630、10突にしては強いので、いい感じですね。はい。ちょっとスコアタってやっぱなんか出やすいのかな。あげちゃう？あげちゃうか、せっかくだから。これで 5%。 まあちょっとスコアタだしね、あげちゃえ。なんか微妙っちゃ微妙だけど、あげちゃいます。よいしょ。はい、超限界突破ということで、2凸にするかはまた考えますけど、確かそういえばなんか小成功あったよな。はい、5万か。5万じゃ高いからいいや。ヨーマコン、これじゃ普通と一緒だよね。だから5万だから今いかにヌラリが安く強くできるかっていうのがあれなんだけど、まあ5万だったらエスコンでいいかなっていう感じですかね。はい、そしたら、ちょっと編成もね、今後考えたいなと。集会は誰をリストラすればいいのかな。絶王寺かな。なんかこの辺、金貨がでも集会でたくさんもらえそうな気がしますね。絶王寺、マルノリン、どっちにしようかな。ちょっと考えたいと思います。はい、そしたらこんな感じですかね。一応今回ミストシャドウじゃね。なんで、うすら影ね。うすら影だから結構、こんだけいて、カルラとかもちょっと考えたんだけど、もうなんか、エンマが当たっちゃったからな。先代が当たっちゃったんで、もう先代使っていこうかな。光栄だからな。はい。先代は30。100% アップぐらいかな。今683位だから300位ぐらいは目指せるような気がしますね。そして群馬神はね、もうここに出てるけど、我らがね、どうなんだろうね。群馬神もあれした方がいいのかな。あ、これだとこいつらしかいないのか。絞り込みが悪いのかな。こっちの方がいいんだね。こっちにうすら影ダメージにすると、ね、この辺の張飛さんとか京飛さん、あとは最近ゲットした芝園さんとかね、この辺使ってあれだけどな。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さんガシャどうだったですかね。暴走エンマ結構ゲットされた方ね、いるんでね、おめでとうございます。私も次のね、6月9日の時はまた後半戦でね、ガシャチケット交換できますんで、超級にすればね、4枚交換できるチャンスがあるので、ぜひね、超級が私はおすすめかなと思いますけどね。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではなんかミッションもらえた？違うか。はい、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。